バンバンザイ、みゆみです。うなみです。はい、ということですね、はい、私の格好に見覚えありませんか？いや、めっちゃ思ってた。なんでこれで来たんだろうっていう。いやいやいや、これいつもの。いや、いつもはさ、文字ここストレートじゃん。ペチャパイって言いたい。いや、違うけど。いいんだよ。そう、ペチャパイ。覚えてるでしょ。言ってみな。こちらは深田恵美さんに会えると思ったら会えないドッキリで使った衣装です。はい、正解です。今回ね、私がなんでこの格好をしてるかというと、はい、本当に今手触れてるんですけど、はい、とあるヤバい方とアポが取れてしまって。え、呼んでいい？行くよ、はい、登場してください、お願いします。こんにちは。こんにちは。やばい。ちょっと待って、やばい。皆さんこんにちは、深田恵美です。はい。やーかわいい。待って、すいません、本当ごめんなさい。胸でかすぎる。めっちゃ高いね。どうですか、隣に並んでみると、はい、やっぱ全然似てません。申し訳ないぐらい。首どうしたの？やばいですよ、うん、これがやばいんですよ。いや、でも本当に綺麗。もうありがとうございます、本当にもう。ということですね、深田恵美さんにお願いしたいことがありまして、はい、技師に、はい、一度深田恵美さんに会えると思ったら私だったドッキリを仕掛けたことがあります。拝見しました。はい、拝見しました、全部。はい、本当ですか？はい、はい、汗止まんない。やばいな。いや、これのせいだから。絶対ということですね、はい。まあ、あの時からちょっと義士、あ、俺は会いたい人に会えないんだっていう気持ちにさせてしまったわけなんですよ。なるほど。で、今回ですね、私たち協力をして、はいはい、深田恵美さんに会えないと思ったら会えちゃうドッキリ。今回ですね、はい、いくつか用意してまして、はい、私が最初にですね、うん、深田恵美さんの格好をして、うん、こう真似をして入って、うん、すぐバレるドッキリを仕掛けて、うん、その後にですね VR をつけてもらって、はい、まあ、私がこう触るんです、うん、触って、うん、行って、うん、撮ったらまた私だった、はい、っていうドッキリで何個か仕掛けていくんですけど、その動画内では、はい、深田恵美さんには会えないドッキリでございます、はい。それを仕掛けていって、はい、動画を撮り終わった後に、うん、深田恵美さんに登場していただいて、うん、はい、本人に会えちゃうドッキリってものを仕掛けていきたいなと思います。え、そのさ、VR してる時はさ、深田恵美さんはもう登場してるの？実際、はい、実はちょっと騎士に、うん、お触りって大丈夫ですか？あ、全然。あ、うわ、でも触っていただいて、はい、できれば、はい、その VR 外す時だけは隠れていただいて、はいはい、会うのは動画を撮り終わってから本人出てくる時だけ、はい、登場していただきたいなと思いました。わかりました。はい、お願いします。ということで早速仕掛けていきましょう。今日ちゃんとお風呂入ってた。え、マジで今日本当にびっくりする。嘘つけ。え、本当に。マジで今日こそマジで深田恵美さんにある。いや、もうね、俺は信用してない。いや、マジだから。ガチで。いや、でも来た時はちゃんと挨拶。いやね、一応ね、絶対嘘。え、本当に今日入るって、マジでガチ。マジで。いや、何その動画。これ結構やられてっから。いや、でもガチだよ、次。いや、俺マジで信じてない。信じてない。本当に。大丈夫。挨拶だけちょっと。お疲れ様です。お疲れ様です。普通の挨拶使ってる。お疲れ様です。はい、ちょっとありがとうございます。うん、いいよ、見える。すいません、失礼します。はじめまして。え、つぶつめっちゃ可愛い。お前さ、みゆだって、みゆだって、その人は。ありがとうございます。あと、お前なんで俺の帽子かぶってんの。失礼だから、そういうの。あ、あなたぎしくんですか？そうです。へぇ、ちょっと、礼儀がなくて。ほら、また2回目だ。全然、よろしく。やばい、やめて、触れます。いや、ほんとに、なんでもうさ、ね、何回やんのこれ、マジで。あと、お前さ、似せるんだったら髪染めてこい。いや、ミレちゃんに合わせて染めてくださったのに失礼だからさ。ミレに合わせてピンクに。いいの、ルナちゃん。いいの、いつまでやんのこれ。バレた。当たり前だろ。ただ、エイミさんに会えると思ったら浅田美由美ドッキリー。イエーイ。はい、実はカメラここです。あ、こんにちは。実際、直さ、え、大丈夫ですか、この動画。ショックですか。いや、もう会えない気満々できたんで、僕は大丈夫です。今日、マジで、これは、前段。本当にそう、今から本番だもんね。今から、衝撃的になると思う。まあ、今からが本番だから、一旦向こうに行きませんか。行きますか。はい。いや、絶対嘘。いや、移動しましょう。はい。ね、俺のリアクションがあれだったから、尺足りなかったでしょ。そう、カメラ動かすね。
はい、ということでですね、はい、キッシュ、もう今から本当に邪念を捨ててほしい。邪念？いや、だって疑ってるじゃん。疑わないでほしい、せめて今からは。わかりました。はい、ということでですね、まずでも半信半疑。うん、オッケー。あなたにはこれをつけてもらおうと思います。つけてください。こちらにはね、ちょっととある動画を流そうかなって。実況しないようにしてね。おお実況しないでよ。はい、ということで、はい、一発目でこの反応を取れたってことは、多分二発目マジやばい。何回やってんのこういうの。いや、これ時間があるからね、持たせたらダメだからさ。うーん、えぐいなぁ。してるから、うん、もうさらにエッチに感じるわけなの。なるほどね。でも VR って耳聞こえないからさ、あんまちょっとリアルな感じ楽しめなかったでしょ、うん、まあ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 、もう前段前段。そうだよ、今から本番。いや、本当に大丈夫。心の準備大丈夫だって。ここまで泳がされてんだから。え、でも会えるかもって期待ないの。会ってなくなった、会ってなくなりました。でも結構失礼だよね、それは相手の方に。だって普通 VR でさ、もうやるじゃん、うん、なんでミュールな、ミュールの順番な。普通3回目じゃん。用意してます、最後。はい、じゃあ待っててください。はい、じゃあ初心に帰って目隠しをしていただこうと思います。はい、それじゃあ、はい、今お呼びいたしますので、はい、ここでお待ちください。はい、勝ちてくるの。待って、めちゃくちゃ緊張するんだけど。え、もうこれさ、ルナのバンジー的なやつじゃないの。呼んで。これは誰？
のは動画を撮り終わってから本に出てくる時だけ登場していただきたいなと思います。わかりました、はいはい、お願いします、お願いします。ルナも会いたかった深田えいみさんに会うことができました。 YouTube 最高です。ありがとうございま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 す。よかったです。はい、ということですね、はい、深田えいみさんのチャンネルでもコラボさせていただいてるので、はいはい、お願いします。お願いします。概要欄から飛んでみてください。お願いします。ということで、このチャンネルがいいと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、コメントお待ちしております。次回の動画もお楽しみに。バイバイ。バイバイ。今日だけは頼む。なんで。